こんにちは、森崎アリスです。今日は100均で買った、スカールのマスクを使ってメイクをしたいと思います。でこんな感じなんですよ。じゃん。はい、これダイソーで買ったんですけど、ここまでのマスクになるので、ここからこの上の部分をこのマスク部分と同じ色にしてちょっとリアルに仕上げたいなと思います。なので、ゴールドとブラックのフェイスペイントがあれば、リアルなメイクをしてハロウィンに出かけることができます。はい、このマスクだけだとさ、なんか怪しいもんね、普通に。なので、皆さん応用してやってみてください。はい、ということで、メイクスタートでございます。こんな感じです。用意するものは、こちらです。はい、今日使うのはこのゴールドとブラックとブラウンを使っていきます。でも5分間でやらなきゃいけないので、とりあえずこのゴールドをね、顔中に塗りたくりたいと思います。やばい、この時点で3分経ちました。3分でここまでとりあえず塗ったので、あと2分の間にここら辺をちょっと骸骨っぽく黒くしていきたいと思います。ここをこう隠って、できました。はい、ということで100均で買ったこのマスクをですね、ちょいとリアルに使うフェイスペイントでした。まあ5分でできるので、皆さんまだ100均いっぱいやってると思うので、よかったらこれ買ってみてください。ハッピーハロウィーン。